ロバート・ハンセンはアメリカのシリアルキラーであり、メディアからはブッチャー・ベーカーと呼ばれていた。1971年から1983年の間に、ハンセンはアラスカ州アンカレッジ周辺で少なくとも17人の女性を拉致、強姦、殺害した。その方法はアラスカの荒野で自動小銃とナイフを使って狩りをするかのように犠牲者を追い詰めていくものだった。 彼は1983年に逮捕され、有罪判決を受け、仮釈放の可能性なしの461年の終身刑を宣告された。ロバート・ハンセンは1939年にアイオワ州エスタービルにてデンマーク移民の子として生まれ、後に父の後を継いでパン屋となった。幼少期は痩せ細っており、喫音と成人した後も後になって残ったニキビ跡との、 性でひどくシャイな性格をしていた。学校で人気者の女子たちから避けられていたことが、後の女性を対象にしたハンティングにつながることになる。幼少期から青年期を通じて物静かで孤立していたといい、支配的な父親との関係は良好とは言えなかった。狩猟とアーチェリーの練習をし始め、しばしばこれらの娯楽に逃避した。百五十七年に、 ハンセンは合衆国陸軍予備軍に入隊し、退任されるまで1年間任務に就いていた。その後は、アイオワ州、ポカホンタスの警察アカデミーで、新人の兵士相手に訓練を行う歌手官女子として働いた。同地で、年下の女性と関係を持ち、1960年の夏には結婚もしている。1960年12月7日、彼は、 ポカホンタス軍教育委員会のスクールバスのガレージを消失させたとして逮捕され、アナモサ州刑務所で3年間の懲役刑が宣告され、20ヶ月関係に服した。刑務所に収監されている間、妻は離婚を申し立てている。その後の数年間で、彼は些細な窃盗のために数回投獄された。1963年には再婚し、1967年に、 妻と二人の子供を連れてアラスカ州のアンカレッジに引っ越した。アンカレッジでは近隣住民からの評判も良く地元の狩猟記録をいくつか更新した。1972年、ハンセンは暴行容疑で有罪判決を受けた。6ヶ月間の服役の後職業訓練プログラムを受けている。1976年にはアンカレッジの百貨店から チェーンソーを盗んだ角で有罪判決を受け、五年間の懲役刑のほか、総局性障害にかかる精神科治療を受けるよう、通告された。後に、アラスカ最高裁判所は、彼の刑を減刑し、ハンセンは、期間満了の後、釈放された。九百八十三年六月十三日、十七歳の売春夫、シンディ・ポールソンが、ハンラで手錠をかけられた状態のままハンセンの、 監禁から脱出したことが逮捕のきっかけとなった。ハンセンは、真理と200ドルで合意し、オーラルセックスをするように申し出た。しかし彼女が車に入った時彼女に銃口を突きつけて、マルドンにある彼の自宅に彼女を連行した。そこで彼は彼女を監禁の上、拷問、強姦し、性的暴行を加えた。ハンセンは、自宅の地下室で、 シンディの首に首輪をつけて、鎖につなげた後、近くのソファで昼寝をしていたと彼女が、警察に証言している。彼は、目覚めると彼女を再び車に連れ込み、メリルフィールド飛行場に連れて行った。ハンセンは、自分の小屋に連れて行くつもりだと言った。ポールソンは、車体の後部座席に身をかがめて、手首をかがめており、ハンセンが、飛行機のコックピットの積み込みに忙しくなるまで、 脱出を待っていた。ハンセンが背中を向けている間に、ポールソンは後部座席から運転席のドアを開けそのまま這い出して近くのシックスアベニューに向かって走った。彼女は後に警察に対し、彼女が車の中にいた証拠として、セダンの後部座席の助手席側の床に自分の青いスニーカーを残してきたと証言した。パニックになったハンセンは彼女を追いかけたが、 彼女はすでに通りに出ており、通りかかったトラックを呼び止めた。運転手はシンディの異様な姿に驚いて車を止め、彼女をマッシュインまで送った。マッシュインを出た彼女はモーテルの中に入っていった。彼女が店員に対し、ビッグティンバーモーテルにいるボーイフレンドに電話できるように懇願している間、トラックの運転手は仕事に戻り、 裸足で手錠をかけられた女性がいると警察に通報した。アンカレッジ警察の警察官はマッシュインに到着すると若い女性がビッグティンバーモーテルに向かってタクシーに乗ったという目撃証言を得た。警察官もビッグティンバーモーテルに移動し、そこでシンディ・ポールソンを見つけた。彼女はアンカレッジ警察本部に連れて行かれ、そこで彼女は 加害者について証言をした。事情を聞かれたハンセンは、彼女が交渉で決めたことに応じず、単に彼女が問題を起こそうとしたのだと述べて、関与を否定した。ハンセンは、前科があったものの、彼の柔和な物腰とパン職人という、ささやかな職業を持っていたことに加え、彼の友人ジョン・ヘニングからの強いアリバイもあり、重要人物として上がっていながらも捜査は滞って、 コールドケースとなった。アラスカ州警察の刑事グレンフロスは、アンカレッジ、スワード、マティンスカ、スーシトナバレー周辺のいくつかの遺体の発見を調査するチームの一員だった。初期の遺体は、イークラトナロード近くの建設作業員により発見され、身元が判明できないことから捜査官により、イークラトナアニーという呼称がつけられた。その年の後半、 ジョアンナ・メッシーナの遺体がスワード近くの砂利採掘場で発見され、1982年に23歳のシェリー・モローの遺体がクニック川近くの浅い窪地で発見された。フロスは彼女たち3人を殺害した犯人は同一人物であると考えていた。フロスは連邦捜査局の捜査官、ロイ・ヘーゼルウッドに連絡を取り、回収された3つの遺体に基づいて、 プロファイリング作成を依頼した。ヘーゼルウッドは、殺人者が自尊心の低い経験豊富なハンターであり、女性に拒絶された過去があり、被害者の宝飾品など、殺害の記念品を収集していると考え、質問持ちであることを示唆した。フロスはこのプロファイルに該当する容疑者を捜査し、飛行機を所有していた反省にたどり着くことになる。 ポールソンの証言とヘーゼルウッドのプロフィールをもとに、フロスト・アンカレッジ警察は、ハンセンの飛行機、車と家に対する捜索令状を確保した。1983年10月27日、捜査官は、ハンセンの屋根裏部屋の角に隠れた場所で、行方不明の女性の一部に属する宝石類と一連の銃器を発見した。また、ヘッドボードの後ろには、小さな、 X マークがついた航空地図が隠されていた。自宅で見つかった証拠で問い詰められ、最初ハンセンはできる限り否定したが、最終的に女性を非難し始めて、動機を正当化しようとした。数々の証拠を提示された、彼は最終的に自白し、1971年からのアラスカでの女性に対する襲撃を認めた。ハンセンの最も初期の犠牲者は、 彼の発見につながった犠牲者とは異なり、通常16から19歳の若い女性で、売春婦ではなかった。ハンセンは30人以上のアラスカの女性を襲撃し、強姦したことで知られている。彼は16歳から41歳までの範囲の、少なくとも17人を殺害した。ハンセンが長年拘禁されていたスプリングクリーク共生センター逮捕されると、ハンセンは暴行。 誘拐、複数の武器による犯罪、及び窃盗と保険金の詐欺で起訴された。最後の起訴内容は、彼がパイパースーパー株を購入するために使った、いくつかのトロフィーの窃盗容疑で、保険会社に提出された請求に関連していた。裁判で、彼は、後で、彼の裏庭でトロフィーを取り戻したが、保険会社に知らせるのを忘れたと主張した。弾道テストによって、 犯罪現場で発見された弾丸と反戦のライフル銃の弾が一致したと判明し、彼は司法取引に入った。彼は警察が証拠を持っていた4人の殺人について有罪を認め、他の犠牲者についての詳細を提供した。司法取引のもう一つの条件は、彼の航空地図上のマーキングを解読し、他の犠牲者の遺体捜索に協力することだった。彼は、 女性がどのように誘拐されたかについての警察の理論を確認し、彼女が彼を警察に通報しないことを彼に確信させれば彼が時々潜在的な犠牲者を手放すだろうと加えた。彼は1970年代初頭に殺人を始めたと認めた。彼はサウスセントラルアラスカとその周辺の17の遺体行き場所を捜査員に供述し、 そのうち12件については捜査員も知らない事件のものだった。彼の地図にはまだスワード近くの復活湾の3つを含む証言を拒否しているものが残っていた。当局はこれらの印のうち2つは殺害を否定したメアリー・セルト・メーガン・エメリックの墓と見ている。殺害された21人のうち12人の遺体が警察によって掘り起こされ家族に返された。ハンセンは 仮釈放の可能性なしに、刑務所で461年の刑を言い渡された。1988年、彼はアラスカに移送され、ジュノーのレモンクリーク共生センターに一時収容された。その後、彼は健康上の理由でアンカレッジ共生施設に移送され、2014年5月までスワードのスプリングクリーク共生センターに収容された。 ハンセンは2014年8月21日、アンカレッジのアラスカ地域病院で75歳で亡くなった。2013年に公開された映画フローズングラウンドはハンセンの犯罪を題材としており、ハンセン役はジョン・キュー・ザックが逮捕のきっかけとなったバイシュンフ、シンディ役はバネッサ・ハジェンズがそれぞれ演じた。トム・エヴァー・ハードが監督を務めた。 2007年のスリラー映画ネイキッドネイキッドにはハンセンをモデルとした殺人鬼が登場する。ありがとうございます。